はい、皆さんこんにちは。今回はアルバス君ネトラレデッキを使っていきたいと思います。まず相手はセットエンド、まあ多少事故ってますね。こっちも別にそんな強いハンドではないです。なので愚かな埋葬から悲劇のデスクには墓地に送っていきます。そしてアルベルをサーチとこう。まあここでね、ウララなど投げてくれれば嬉しかったんですけども、サイフレーム使えたんでね。ですけどそこはありませんでしたということで、楽園騎士のデスピアサーチ、そのままデスピア発動していきますが、増殖する時投げられていきます。なのでここの展開は最小限に抑えたい、そんな感じです。なので各社クリアマスカレードをとりあえず融合召喚殴っていきましょう。相手は双剣ですね。でドローされたら鬱陶しくて、んで相手うららもなさそうなんで、まあ増字通るかなっていう感じで一応増字取ってます。増字取ってますよね。増字で双剣の展開を牽制していきたい、そんな感じです。で相手は双剣士ダイヤですね。ダイヤの効果で墓地の双剣を除外してトークン生成、さらにシンクロ召喚、まあ出てくるのはそうですね、関所ですね。あ、フューデス引いたのは惜しいで、ダイヤの効果でビシュダを墓地に送りつつ、関所の効果でサーチ双剣、竜双剣源ですね。さらに双剣軍師竜炎、まあもちろん出てくるのは、デスピアじゃないバロネスですね。なのでバロネスが出てくるとフルルドリスを投げれなくなっちゃうんで、フルルドリスを投げていきます。ここでビシュダを一回使わせたかったんですよね、どっちかに対して。じゃないと殺されちゃうんで多分ライフ足りるんですよね、これ。いや足りないな、どっちにしろ死んでなかったかな、かあれを見て展開をやめたか、どっちかですね。とりあえずアルベル君の効果を使ってバロネスの効果を使わせていきます。さらにマスカレードの効果、墓地から特殊召喚ということで、相手は一伏せしてエンドですね。多分あれは流装なんだっけ、暗転、双剣暗転かだと思いますので、源流族をまずジョグっていきましょう。そして地図切れ投げた後に白のエクレシアちゃんを特殊召喚、そしてアルバスのラクイン君を通常召喚してラクイン竜アルビオンで、アルビオンの効果チェーン1、チェーン2に、アイメッチを投げていきます。んであれですね、もうニビルケアとかはもうどうでもいいです。ニビル振ったら相手のバロネスも死んで、相手の伏せも実質使えないっていう風になるんで、まあ、ここはできるだけ展開していきましょうっていう感じですけど、ニビルは振られていきますので、一旦増殖する陣に投げていきます。ニビルはしゃあない。で一応2ドローできるんでね。で融合モンスターがフィールドから離れたんで、アルベルを特殊召喚、そしてアルベルと白の聖女エクレシアちゃんでデスピアンクエリティス、でさらにクエリティスの効果を発動して相手の攻撃力を0に、そしてエクレシアちゃんを特殊召喚、さらにフュージョンデスティニーですね。でエクレシアちゃんのサーチする効果を使わなければ、エクストラデッキからモンスター特殊召喚できないっていう制約は解除されるんで、解除つかかからないんで、フューデスも打っていけるっていう感じです。でフューデスで、まあ、攻め込んで相手のライフは残るんですけども、残ったところで開始のターンこちらに、ひとしずくとフルルドリスがあったんで、相手はもうほとんど何もできませんね。それでは2戦目、こちらの高校、相手は恐竜ですね。でニビルを持ってるんで、まあ、強そうには見えるんですけども、恐竜ってミセラサウルスはいるんで、ミセラサウルスハンドから切られると、恐竜モンスターが効果を受けないっていう体勢を持っちゃうんで、ニビル効かないんですよねこいつら。なんで、大体恐竜の展開をしながら恐竜以外のモンスターが出てくることが多いので、恐竜以外のモンスターが出てきたタイミングでバロネスやサベージ、そしてアポロウサを立てられる前の段階でニビルを投げていきたい、そんな感じです。相手はベビーキャラからベビーキャラ、そしてスクラップワイバーンですね。こいつ恐竜じゃないんで、ドラゴンなんで、ミセラサウルスの耐性受けてないんですよねこいつ。でさらにワイバーンの効果でゴーレムをリクルートで、スクラップの効果でベビーキャラサウルス破壊ですね。でキマイラをサーチと、でベビーキャラ効果でジャイアントレックス特殊召喚で、キマイラの効果ですね、スクラップラプターを釣り上げられるんで、このタイミングでニビル投げていきましょう。まあ、これで一応ね3体熟できたんでいいかなっていう感じです。でニビルのトークンですね、デスピアを使うにあたってニビルを投げるときは必ず相手のトークンは攻撃表示で出しましょう。じゃあデスピアにとって高攻撃力なんて何の意味もないんで、こいつを的にすることがデスピアの勝ち筋になってきます。相手は最後にアルコンを特殊召喚ですね。あ、さらにジャイアントレックスとデボルカイザーですね。こいつが出てくるんで、こいつが出てくるとニビル止められちゃうんで、こいつが出る前に投げたっていう感じですね。まあサベージでも止められますけど。ということでこちらのターン、まずは楽園開幕からうららあるかなっていう感じですけど、うららここで切ってくれたのは美味しいですね。なのでチェーンしてひとしずく投げていきましょう。楽園開幕無効にされてるんで、エクシーズモンスターしか特殊召喚、融合モンスターしか特殊召喚できないっていう制約は決めてます。なので白の聖女エクレシアでアルバス君を引っ張ってきます。さらにハンド1枚切って融合召喚、
2体のモンスターがチェーンを組んで活動してきますけども、あれは無効になっています。ということで光属性と超融合、楽園流アルビオンですね。でさらにアルビオンの効果、墓地から悲劇のデスピアンとサイフレームロードを除外してデスピアンクエリティスで悲劇のデスピアンの効果でアルベルをサーチしてきます。でここ、2ビル振られても別によくて、なぜなら相手がたとえ2ビルを持っていたとしても、それで相手ハンドゼロになっちゃうん でこっちは開始のターンにアルベルがいると、まだ通常召喚権切ってないんで、なので赤の楽園をセットしてそのまま戦いに行けますよねっていうことで2ビルケアは考えておりません。でまあヌメロンパンチしようと思ったら相手はサレンダーですね。それでは3戦目こちらの先行ですね。まずはフューデス投げていきますが、増殖する時に投げられていきます。ではね、ハンドが事故ってるんですよねデスフェにしか立たないハンドはめっちゃ弱いんで、まあ、とりあえず無限包囲をセットしてデスフェに立ててターンエンドと、まあ、このデスフェにがどこまで頑張ってくれるかですね。相手は双剣なのでマジでデスフェに君が仕事してくれなかったらやばいです。で龍炎からトークン生成、一旦龍炎とデスフェに取っていきます。でダイヤですね、ダイヤ通常召喚から龍炎を除外してさらにトークン生成と、双剣ね、いつも悩むんですよね。トークン取ろうか、非中な取ろうか。どっちがいいんでしょうね。相手は承服ということで、無限包囲を投げていきましょう。で、ダイヤに対して無限包囲を打てなかったのは、もう結局ここにトークンがいるんで、出てきた関所のサーチに合わせて無限包囲を打とうと思ったんですね。まあ、結果的に承服だったらよかったんですけど。ということで、こちらのターン。まず、ダッシュガイの効果で、地図キールを特殊召喚。そして、スタンバイフェーズ、デストレフェニックスガイが帰ってきます。これはやっぱ強いですね、デスペニは。で、カード2枚セットして、ディバイン外の効果ですね。2枚除外して、2ドロー。愚かな枚数を引けたんで、悲劇のデスペアン、墓地に送っていきましょう。そして、悲劇のデスペアン、効果で墓地に送られたので、アルベルをサーチ。そのままアルベルを通常召喚。持ってくるのはもちろん、楽園劇場デスピア。で、一旦バトルフェーズですね。この後、流星落とされてるんで、こいつ特殊召喚されるんですね。なので、別に楽園劇場デスピアとか、エクレチャーじゃん。特殊召喚してもさほどライフは取れないので一旦殴っていこうっていう感じですね。そしてメイン中、メイン中じゃない、メイン2、楽園劇場でスピアで融合召喚していきましょう。出していくのは各色竜マスカレード、まあ、シンクロテーマにはねマスカレードかなり強く出れるんで、ということで最後にエクレシアちゃんを特殊召喚してフルールドリスをサーチ、まあ、これでなかなか強いんじゃないでしょうかと思いましたけど、ニビルが降ってきますニビル降りすぎないよね今回の動画。ということで相手のターンですね。まあ、楽園劇場じゃなかった。赤の楽園があるんで、まあ、それで頑張りたいかなっていう感じ。一旦、悲劇のデスピアンをサルベージ。そして、トークンと融合召喚ですね。デスピアンクエリティス。まあ、これと、アルベル、そして楽園劇場デスピアンでどこまで耐えれるかっていう感じです。一旦、アルベルをサーチ。で、スタンバイフェーズ、デストロイフェニックスガイが戻ってきます。で、相手のターンですね。で、バトルフェーズに入って、そのままターン、サレンダーと。まあ、そうですね。フルールドイスの向こうはないんですけど、ひとしずくがあってさらに耐え耐えのみもできるので、まあ、相手なかなかきつかったのかなっていう感じです、まあ、今回のこのデュエルに関してはデスペニが強かった、デッキレシピはこんな感じ、まあ、アルバスネトラレデッキということでアルバス君を、ね、アルバス君をこちらのねアルバスの楽園君を、デスピアの同系アルベル君で寝取っていきましょうっていう感じですね。なんで、アルバスの眷属であるね女の子たちフル投入しております。白のドラグマの聖女エクレシアちゃん、そして白の聖女エクレシアちゃんで、ドラグマの騎士フルールドリス、さらにあやめの双剣士と、なかなかアルバス君をこれで寝取れるんじゃないでしょうか。まあ一応ね、アルバス寝取られデッキという名前を付けてはいますけども、アルバス君フィニッシャーなんで、アルバスから相手の光属性モンスターを吸収して、ヌメロンパンチを叩き込もうっていうデッキ構築にはなってるんで、言うほどアルバス君を寝取れてるという感覚はございません。でね、あやめの双剣士なんですけども、まあ、なんでこのカードを積んでるかっていうと、高校デッキという性質上、こちらのひとしずく、そして無限包囲ですね、この無限包囲を積んでますので、まあ、なかなかね相手のモンスターの効果を無効にしていること多いんですよ。なんであやめの双剣士は出しやすいです。さらに白のエクレシアちゃん3積みということで、このエクレシアちゃんはリリースしてデッキから双剣モンスターを特殊召喚する、またはアルバスの楽園ですね、特殊召喚するんですけども、あやめの双剣士なんであやめっちも特殊召喚できるので積んでいます。まあ、かなりね、このあやめの双剣士のおかげで相手の妨害が1枚増えるっていうのはかなりでかいかなっていう感じです。ただ、デッキから特殊召喚した際の2ドローと、エクストラデッキから特殊召喚された際のそのモンスターの破壊は強いんですけど、手札からモンスター1体特殊召喚したところで、それはあんまり強くないんで、都合よくね、アルバスの楽園君がハンドにいれば強く使える時もありますけども、それはあんまり強くないんでおすすめはしません。
まあ、あとはね、ちょっとさすがに、デスペニを使わない理由はないんで、フューデスも積んでいます。でデッキ枚数が44枚と、まあ、少しだけ多いんですけど、そこはあんまり気になりませんでした。アルベルだったりとか、あとはこのエクレシアちゃん、白の聖女エクレシアちゃんとかね、この辺がまあ初動になってくるので、まあ、あんまり気にならないかな。どれか1枚は引けるでしょうっていう感じ。まあ、あと使いたくないけど冬ですね。なので、まあ、なかなかバランスよく組めたんじゃないかなと思います。気になる方は使ってみてください。今まで使ってきたデスペアの中ではかなり勝率が安定してましたね。ぶっ飛んで強いわけじゃないんですけども、安定して戦える、そんなテーマです。継戦能力がね、このドラグマギミックのおかげでかなり高いんですよね。エクレシアちゃんとフルルドリスのおかげで、なので結構楽しいデッキとなっております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。